今ロープウェイの中で周りの景色を楽しみながら遊歩道をゆっくり歩いて30分ほどで姿見の池に到着します。姿見の池はその水面に大雪山の主峰朝日岳の姿を映すことから名付けられました。池の近くには朝日岳石室や大雪山愛の鐘、通称大雪の鐘があります。この大雪の鐘は1962年12月末朝日岳で遭難した10人の霊を慰めるとともに登山の安全を願って建てられたものです。大雪山は自然の宝庫とも言われます。高山植物の豊かさは目を見張るばかりです。長い年月をかけて厳しい自然環境の中で可憐な花を開くこれらの高山植物、こうした自然を守るため植物を摘み取ったり昆虫を採取する。はいよ、こっち向いてね。はい、進んでいいよ、こういうで。はい、みんな進んでいいよ。よいしょ、行きたいか。何越すんだ。あとなんか。はい、ここは姿見池です。朝日岳山の姿がこの池に映っているということで姿見池と言われます。2023年8月の13日朝日岳に向かって、記念写真を撮っているところでございます。ここは姿見の池で、ここで、二手に分かれて、お父さんとお母さんは朝日岳の頂上に登ります。以上、頑張っていきましょう。行きましょう。はい、行きましょう。丘みたいなところの山が見えますけれども、あそこがトラムーシの山だそうです。この朝日岳から1日で、辿っていくコースのようです。大雪山の前景です。今日は天気も良くて見晴らしが最高です。2290m です。やったね。幸せです。
諦めて食べてます。朝日岳ロープウェイの姿見駅です。